ご相談で、長期滞在におすすめの場所どこでしょうかというご相談、ご質問ですね。外国人が住む地域と。で、逆にですね、日本人がいない地域を知りたいという方からの、いない場所ですね。ご質問いただいてますね。まあ、日本人が少ない場所っていうのは当然そのローカルエリアっていう形になるんですけども、まあ、逆にですね、言うと目立つんですよね、日本人が。なので、治安の面でですね、やっぱり、現地在住者の僕としてもお勧めはできません。なので、やはりですね、特にコンドミニアム、一戸建てではなく、よくサブディビジョン、ビレッジの中の、一戸建てに住みたいという方もいるんですけども、まあ、ノイズとかそういったものに耐えられるとしてもですね、やっぱりその治安の面でやっぱりリスクはあります。なので、行動パターンが読まれづらいコンドミニアム、セキュリティガードもちゃんといるですね。まあ、これをお勧めします。なので、日本人がいない地域というのはもちろん多い少ないはあるので、そこは選ぶというのはあるんですけども、コンドミニアムですね。で、ウェブビジネス、これ海外移住されたい方から、